今年の秋も新しい味、ふっくらと粘り、ツヤ、美味しさは新しい味、嬉しい味です。超最高級米玉ねぎ、今年も美味しく登場。ディープハウスイメージは映像の企画、撮影、編集をパッケージで行うプロの制作プロダクションです。コーポレートビデオ、販売促進ビデオ、 TV コマーシャルや番組の制作、そして結婚式の撮影に至るまで、映像制作に関することならプロの映像制作プロダクション、ディープハウスイメージにお問い合わせください。忙しかった？うん、また日本へ行こう。また？うん、2週間家族に会うよ。キミコと赤ちゃんにもね。どうせだから一緒に行こうか。ノースウェストで日本またはアジアへ1往復するだけで、次回日本へご同伴の航空券が1枚もらえます。ノースウェストワールドパークから嬉しい特典、今すぐ1800-355-1479 へどうぞ。あなたもゴルフの基本を学んでみませんか？日本ゴルフ財団公認、ティーチングプロの健光永がアメリカ流のボディーターンスイングをレッスンします。またご希望の方にはショートゲームやコースでのレッスンもいたします。ご予約は火、木、土曜日のいずれかにノースプレスアカデミーオブゴルフまでどうぞ。シンプソン民事裁判で、昨日シンプソン被告自身が先週金曜日に続いて2回目の証言をしましたが、1回目には全てを一方的に否定し続けたのに対し、昨日は指の傷などの質問に答えられないなど、これまでのシンプソン被告には見られなかった一面を覗かせました。シンプソン被告は左手の指の傷について、殺人事件の翌朝シカゴのホテルでグラスを割った時の傷だと言っていましたが、どのようにしてグラスが割れたのか、またなぜ右利きのシンプソン被告が割れたグラスを片付けた時に左手の指を傷つけたのか説明できませんでした。続いて原告側のペトロチェリ弁護士が、では左手の甲を使って割れたグラスを洗面の流しに片付けたのですかと皮肉を込めて質問したのに対し、シンプソン被告はわからないと答えました。シンプソン被告は殺人事件の翌日にはその他に手に傷を負っていないと否定しました。これに対しペトロチェリ弁護士は、ロサンゼルス市警が拡大して撮った同じシンプソン被告の中指の傷の写真を示し、弓形の傷跡は原告のニコールさんとロン・ゴールドマンさんの家族の証人の専門家が指摘したように爪の傷跡ではないかと質問しました。これについてシンプソン被告は疑わしいと答えました。ペトロチェリ弁護士が、その傷は誰かの爪が皮膚に食い込んでできた傷ではないかと正したのに対し、シンプソン被告は、それはジャティンのつけた傷でない限り他の傷とは言えないと答えました。シンプソン被告は当時5歳の息子のジャスティン君とレスリング遊びをしていたと言っています。シンプソン被告はまたフォードブロンコの中に被害者の血液が残されていたことについても説明ができませんでした。ペトロチェリ弁護士は、ブロンコの運転席のマットの上にニコール・ブラウンさんの血液がどのようについたのか説明できないのですかと尋したのに対し、シンプソン被告はノーとだけ答えました。シンプソン被告はブロンコの中に自分自身の血がついていたことについても説明できませんでした。またシンプソン被告の弁護士は、ペトロチェリ弁護士がシンプソン被告のアリバイがでっち上げだと攻撃しているとして反対しましたが、シンプソン被告は事件当夜芝生でゴルフの練習をし、犬を散歩させた後2階で休んでいたと陪審員の前で証言しました。シンプソン被告はまた殺人事件の数時間前、ガールフレンドのポーラ・バルビレイさんからの別れたいという決別の電話を受けたことを否定しました。ニコールさんの家族は、シンプソン被告がバルビエリさんとの関係で問題があることをニコールさんが非難していたと信じており、
刑事裁判では明らかにされませんでしたが、電話の記録簿ではシンプソン被告はバルビエリさんの別れたいというメッセージが留守番電話に残されているのを確認しています。 FDA 政府の食品医薬品局を率いてタバコの規制など業界や政界に大きな影響を与える数々の法改正に貢献したデイビッド・ケスラー局長がクリントン大統領からの再任要請にもかかわらず6年の任期満了を機に辞任することを明らかにしました。ニコチンを麻薬同様中毒性があるとしてタバコの厳しい規制を推進したケスラー FDA 局長を敵とみなしてきた業界や共和党議員らはケスラー氏辞任のニュースに手放しの喜びようで、テキサス州選出の共和党のバートン下院議員は、FDA は政府機関としての権力を握り、非常に懲罰的になったと批判しています。ケスラー局長と親しいタバコ規制支持団体のバンゾフ代表は、ケスラー局長が務めた6年間、社会にとって正しいと信じたことを、ブルドッグのような激しさと率直さで押し通したと評価しています。ケスラー局長の任期中に FDA は医薬品の認可過程を平均2年2ヶ月から1年4ヶ月に短縮し、すべての食品に栄養分析表の表示を義務付け、乳がん検診のマンモグラムの性能を高めたほか、業界の不正摘発に歴代局長で最大の業績を挙げました。専門家はケスラー局長の就任前には力もなく死にかけていた FDA が再び蘇った、ケスラー局長の消費者擁護者としての遺産を消すことは難しいだろうと言っています。ケスラー局長はもともと議会のスタッフの中から6年前ブッシュ大統領によって FDA 局長に指名されましたが、今では多くの共和党上院議員がケスラー局長のように攻撃的な局長は絶対に承認しないと声を荒げています。クリントン大統領に同伴してオーストラリアと東南アジアを訪問したヒラリー・クリントン夫人がタイム誌とのインタビューで、福祉改革について世界各国をめぐって伝えたいと、移動大使的な役割を果たしたい意向を明らかにし、早くも共和党から批判が出ています。ことあるごとにヒラリー・クリントン夫人の政治的使命に反対している共和党ですが、昨日共和党知事会の席でニュージャージー州のホイットマン知事は、ヒラリー夫人は州知事あるいは大統領夫人としての経験しかなく福祉大使などできないと批判しています。ヒラリー・クリントン夫人は昨日クリントン大統領に伴ってタイを訪れましたが、ホワイトハウスの広報担当者は、クリントン大統領はまだファーストレディの公式な役割を決めていないと言っています。ヒラリー夫人は先週オーストラリア訪問中の講演で、ファーストレディで政治的使命を逃れるには完全に身を引いているしかないと前置きして、大衆の前に出るときに頭から袋をすっぽりかぶるか、あるいは公私ともに意見も理想も明らかにできず黙っていることしかできない、そして大統領が役割を終えるまでじっとしているしかないと、肩にはまったファーストレディの選択は魅力がないことを強調しています。手術を前にして外科医はレントゲンや CT スキャンで患部の位置を確認しますが、平面写真では測れない患部の深さや複雑な構造をホログラフィー、レーザー光線、立体写真を使って正確に知る技術が開発され、今臨床実験が行われています。カリフォルニア州サンノゼにあるバレー医学センターでは、外科医のチームが脳腫瘍摘出手術を前に患者の脳のホログラム写真を確認します。特製のスクリーンに投射されたホログラムで脳の腫瘍の周辺を血管がどのように取り巻いているかが手に取るように分かり、テレビの画面では平面に見えるものの患部の深さまで正確に測ることができます。患者の脳を実際に開ける前に実物そっくりの 3D 立体写真でどのように患部を切開しメスを運び切り取るかの計画が事前に綿密に立てられることから、手術も素早くより安全に行うことができます。ホログラムは脳以外に腰の骨、心臓などの手術の際にも試
みられており、ホログラムを使った模擬手術で折れた背骨にどのように固定用メタルを差し込むべきかも事前に確認することができます。オートバイ事故で肩を骨折したレイモンドさんの舌骨手術を行ったボストンの外科医は、骨折による損傷を調べるための切開手術を行うこともなく、患部に触る前に手術の手順、切開の位置、長さ深さなど完全に計画を立てることができたと言っています。現在ホログラムはまだ臨床実験の段階に過ぎませんが、撮影のコストは100ドルと割安で、まもなく一般の外科医も利用できるようになるということで、数年のうちに 3D のホログラムは現在の CT スキャンや MRI 核磁気共鳴映像法と同じくらい頻繁に使われることになるだろうと専門家は言っています。以上、 US ネットワークニュースでした。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本にいる人の大切な日、あなたの思いを花に託してメッセージとともに送ってみませんか。 FCI フラワーサービス。この度、サンインターナショナルトラベルとアトランタ国際がリムジンサービスで業務提携を始めました。日本にご帰国の際にご自宅から皆様を安全に心を込めて車で送らせていただきます。また日本からのご出張の方々をお忙しい皆様に代わってリムジンサービスでお世話をいたします。ご予約はお電話でサンインターナショナルのひろみまたは小林までお気軽にどうぞ。クリスマスお歳暮のご挨拶にガルパックアメリカの宅配ギフトはいかがですか。ファックスとクレジットカードで簡単にお申し込みできます。今回に限りクレジットカードでお申し込みの場合、お支払いは来年2月。人気のシーフードや世界のグルメ、オロブランコなどのフレッシュフルーツ、そしてワイン、コーヒーなど品数豊富。アメリカにお住まいの方にはおせち料理で日本のお正月を、またお子様には人気のピーターラビットのキャラクター商品がいっぱい。任せて安心、信頼のガルパックアメリカへ。あ、読売新聞さんですか。あ、新聞取りたいんだけどもね。ねえねえねえ、本当にこの値段でいいの。赤字覚悟でやってる。気に入った。よし、じゃあ社員全員分取ろう。社員の数2人。うん、私入れて。待て待て、今変わるから。読売新聞、読売新規でお申し込みの方には私のテレホンカード差し上げます。料理を美味しく作るコツ、材料に凝って味付けに凝って、そしてこってりを程よく使うといいようです。みりん風味のキッコーマンこってりは材料のうまさを素直に引き出して美味しい料理を作ります。風味とうまみが生きているまろやか味が自慢のみりん風調味料です。こってりんキッコーマン。特報です。老人ホーム倒産で取り残されたお年寄りたち、無計画だった経営者だけが悪いんでしょうか。シルバー産業の落とし穴を取材しました。どうぞご覧ください。行くとこはないんです。意味も何も売り上がってしまったから。途方に暮れるお年寄り。だから帰る家がないんですよ。ここ以外に住めないと訴える。帰るとこもないし、そりゃそれこそ夜も寝られへんもだるだけど。何が彼らをそんなに苦しめているのか。倒産でこのようになって生前の日が許す。こちらは新宿区が管理します公営の老人ホームです。こういった公営の老人ホームに入居するには現在2年から3年、場合によっては5年以上待たなければなりません。こういった中、平成になってから民間の老人ホームがたくさんできました。しかし、今年の7月、この民間の老人ホームの一つが日本で初めて倒産してしまったのです。ここは東京江戸川区にある民営の有料老人ホーム。公営の老人ホームに比べると内装は豪華できめの細かいサービスを行っている。あ、
ここ数年、介護を謳った民営の有料老人ホームが増えている。現在、このような施設は全国に254あり、10年前の2倍以上になっている。お母さん、寝てるよ。民営の有料老人ホームは、公営の老人ホームに比べると多額の費用がかかる。その代わりに、入居者に応じた介護を行っている。この江戸川区の老人ホームは以前経営危機に陥ったことがある。しかし経営陣の交代で業績は好転した。その陰には有料老人ホームの存続を手助けする社団法人全国有料老人ホーム協会有老協の適切な助言があった。だが今年8月、同じ有料協に加盟している岡山の有料老人ホームS 岡山が2階の不渡りを出し、事実上倒産した。 S 岡山は47部屋の個室があり、ロビーなども広々としていてくつろげる雰囲気になっている。また介護のための設備も整っている。高級といってもいい老人ホームなのだが、入居者は最盛期でも2割程度に過ぎず、そして事実上の倒産。老人ホームとしての機能はほとんど停止してしまった。しかし倒産から3ヶ月経った今も数人のお年寄りが住んでいるのだ。 A さんは平成5年、関西の自宅を処分し、2000万円近い入居一時金を支払い S 岡山に入居した。 A さんはなぜ S 岡山を選んだのだろうか。協会の会員を選んでました。こういう協会の会員やったらね、大丈夫だろうという、それから本部に経営状態を問い合わせて、協会とかね、問い合わせた。ええとこやし、心配ねえ。そういう話やったんで、それは決めてしまったんです。現在も、エッセ岡山に住んでいる人たちのほとんどが、有料老人ホーム協会、有老協に確認し、大丈夫だと言われて入居を決めたという。事実上の倒産をきっかけに退去した人もいるが、今も9人が暮らす。見るに見かねた地元の人たちがボランティアで食事の世話をしてくれている。マヨネーズと食費は1月5万円。入居者は年金の中から出し合っている。一体いつまで続くのか。さらに入居者は今後への不安を抱いている。まさかって思ってました。私はまさか良くなっていくだろうと私はそう思って信じてましたから、だからショックは大きかったですよね。帰るとこもないしそりゃあそれこそ夜も寝られんもだれ出て行くとこはないんです。家も何にも売り払ってしまったから、もうここはいいとこだと思い込んで一生おるつもりで来たんですけど、それが帰る家がないんですよ。その上、S 岡山の元経営者は入居者の弱みにつけ込んでいた。倒産するからお金を出せと言うたやな。社長さんが自らお金貸してくれ言われたでしょ。250万か貸してくれおっしゃったから、手持ちにありませんから言うて郵便局から下ろしてもらってきて、まあおかしい。それから20日ほど経ってからですか、また社長さんが見えたんですの。またどうでもいることができたから300万貸してくれ。皆さんほとんど貸してます。さらにサラ金からも一時的に金を借りていたことも分かった。まさに借金まみれ。しかし S 岡山の事実上の倒産の原因は明らかに経営者にある。この事態を岡山県は把握していなかったのだろうか。民間企業ですから、私どもその毎年こう立ち入り調査とかですね、自動とかということはまあ一応そのまあ制限がございますので、ただまああの報告を聴取するというその権能はございますから、今言いましたような財務指標の報告を求めてたと。ただまあ一番肝心なのはその入居の一時金がですね、各地に留保されてますという報告ですから、まあ、当然固定資産としてどこかに留保されてるだろうというふうに思ってたんですけども、まあ、それが結局そのいわゆるその資金繰りに回って、結果としてその対象した人にお金が支払えないという事態になってたというのが、まあ、その後まあいろいろ調査をして分かったということですね。こういう事態になる前に何らかの対策は立てられなかったのだろうか。民間の老人ホームの経営にアドバイスを送る役割の社団法人全国有料老人ホーム協会は、我々チェック機構を持ちませんので、
その通りに読むわけですね、出された資料の通りに。で、その中が、まあ、言葉が悪いですが、粉飾決算なんかやられとっては全く見出し得なかったということですね。3、4の企業に打診した経緯があるんです。で、その方たちも一緒、まあ、協力、なんとか協力しようということでいろいろ図られたんですが、結果的には、非常に難しいという結論に達したわけです。再建は無理だという。入居者は立ち退かざるを得ないのか。みんなと一緒にここをおるいうのがまず第一ですね。今のところはちょっと考えてませんね。どっか行くいうのな、行くとこないならここであんた立てかけしたらしめ。しかし彼らの望みは叶えられそうにない。 S 岡山の悲劇を繰り返さないために何らかのチェック体制が必要だ。確かにですね、もっとその現地の、まあ、指導なりをきちんとしようという議論もありますが、ただその実際にその資料書類上ですね、まあ、ある程度きちんとしてますとですね、それ以上っていうのはこれは難しいわけですね。有料老人ホームについてですね、完全なその許可制にしちゃうという議論もありますが、そういった規制を強めるとですね、逆にそういったその民間の方々のなんていうんですかね、活力というのかな、が活かせないと。シルバー産業はこれからさらに発展を続けると言われる。しかし一旦何かあった時の保証は不十分のまま、お年寄りたちの安住の地はあるのだろうか。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。自宅からの国際通話は毎日24時間、 AT&T の最も割安なレートよりいつでもお得な均一レート、 MCI ワールドセービングスをご利用の方へお届けする MCI だけの新しいテクノロジー。これからの国際電話番号は4桁、00、そしてスターキーと番号を1つ押すだけ、スピーディーに大切な人と心を結びます。 MCI ワールドクイックダイヤル、 MCI ワールドから。アトランタでおなじみの魚屋でございます。魚屋のシェフは本当に料理が大好き。お客様に喜んでいただくために味の追求を欠かしません。豊富なメニューの中からお好きな料理をお楽しみください。食べたいとき食べたいものを食べるのが本当のごちそう。ご来店お待ちしています。ちょっとした心遣いが笑顔を生みます。元気ですの言葉を花に託して FCI フラワーサービス。続けます。資産家に嘘の相続税対策を持ちかけておよそ1億9000万円を騙し取ったとして詐欺の罪に問われている旧最上興産の元会長早坂武智被告に対する初公判が東京地方裁判所で開かれ、早坂被告は起訴事実を大筋で認めました。この事件は平成5年、早坂被告が政治団体幹部らと共謀して高額な相続税の負担に悩む神奈川県の資産家に対し、知り合いの国税局の幹部に頼めば税額を半分にできるなどと嘘の話を持ちかけ、およそ1億9000万円を騙し取ったとして詐欺の罪に問われているものです。今日の公判で早坂被告は会社の資金繰りに困っていたため犯行に加わったと述べ、起訴事実を大筋で認めました。早坂被告は大規模な地上げで名を馳せた旧最上興産グループを率い、かつては地上げの帝王と業界内で呼ばれていました。日本の代表的な女流作家の作品を集めた現代女流美術展が今日から東京の上野で始まりました。今年で17回目となるこの展覧会は、絵画や彫刻、写真などさまざまな分野を代表する88人の女流作家の作品92点が展示されています。また今回は日本画の第一人者片岡珠子さんの作品が特別展示されており、中でも面構えは力強いタッチで描かれた人物画で今回最も注目される作品の一つです。
この展覧会来月6日まで東京の上野の森美術館で開かれています。シーズンです。今週はコロラド州ブレッケンリッジスキーリゾートの映像をご覧いただきながら天気予報をお伝えしています。アトランタ、シカゴ、デンバー、アトランタ、シカゴは曇り時々晴れですが、デンバーは雪の予報になっています。ロサンゼルスは晴れ、ニューヨークは雨ですが最高気温は13度と予報されています。サンフランシスコは晴れ、そしてポートランドは雨、ホノルルは晴れの予報です。東京の明日は雨で最高気温は14度、ニューヨークとあまり変わらない気温です。サンクスギビングでアメリカの人たちは里帰りするようですが、この時期日本からの観光客が増えております。明日は田代アナウンサーがお伝えします。それではまた。